女子のフィギュアスケートのフリー演技が行われておりますが、この種目に進出した24人のうちちょうど半分、12人を割って、これから残る12人のいよいよメダルをかけての氷の上の戦いが始まろうとしています。日本、伊藤みどり選手。この伊藤みどり選手がこれから再開されるフリーの演技の6人のグループの最後に滑ります。高いジャンプを見せています。場内からこれまだ今練習の段階なんですが、大きな拍手をもらっています。伊藤みどり選手、それからもう一人の八木沼純子選手は現在まで12人を割って第3位に現在はランクされております。さて、解説は五十嵐文雄さんです。五十嵐さん、はい、この伊藤みどり選手の上位進出もこの後楽しみですね。そうですね、このフリーの結果によってはですね、はい、かなりいいところまで登っていけると思うんですね。でまた今日滑走順がですね、はい、第3グループの最終滑走者ということで、第4グループと非常に位置的に近いところにいるということでですね、きちっと滑ればかなり高得点が期待できるんじゃないかなと思いますね。そうですか、はい。このフィギュアの採点といいますのは、後の方がどちらかといえば最初よりも点が高く出る可能性は高いですね。そうですね、はい。さあ、クラウディア・ライストナー、マリナ・キールマンという西ドイツ勢の後、アンナ・コンドラショワ、ソビエト、それからジョアン・コンウェイ、イギリス、ジモーネ・コッホ、東ドイツ、そして日本の伊藤みどり、この6人がこれから第3グループとして演技をすることになっていますが、これがコッホ、すごいコスチュームをつけて出てきましたね。そうですね、地輪のなんか肌色のですね、柔らかい生地で作ってるんですけれども、遠くから見てるとなんかほとんど着てない感じですね。東ドイツはカタリナ・ビット選手が、世界の女王として君臨していますが、そのビット選手といい、非常にコスチュームは凝ったものを最近は使っています。そしてその肝心のメダル争いといいますかね、カタリナ・ビット、東ドイツ、アメリカのデビ・トーマス、さらにカナダ地元のエリザベス・マンリー、それにあと2人のアメリカ、ジル・トレナリーとキャリン・カダビー、さらにソビエト、キラ・イワノワと、この最後の昨日までの6位に入っている選手は第4グループで出ることになっております。この東ドイツのジモーネ・コッホが伊藤みどり選手の1人前に演技をします。さあ、この後の一つ見どころというものを五十嵐さんね、はい、大胆に予想してもらいたいんですがね、順位ですか、伊藤みどり選手がどのぐらいまでいったらこれ拍手を送りましょうか。そうですね、やはり 5,6 位ですね。現在ショートプログラムを終わって8位、はい。でも、リースタイルですね、全体の中で、3位か4位ぐらいのですね、成績がもらえれば、だいたい5番か6番ぐらいまでは登っていける可能性あると思うんですね。なるほど。ですから、そこまでもできればね、もう上出来だと思います。伊藤みどり選手は最初苦手のコンパルソリー規定の演技でですね、10位ちょうどという成績で始まって、ショートプログラムでは4位だったので、そこまでをトータルして8位、今日のフリーの出来以下に、上位進出がかかっていますが、オリンピックの入賞範囲というのは8位までですから、現在の順位を保てばそれで入賞は果たすことになりますよね。そうですね、それとコンパルソリーがですね、あまり良くない良くない言われていましてもね、世界で10位に入るんですから、はい、でこれはどうしても順位で考えると非常にいろいろ差がねついてくるように思いますけれども、その選手の努力に対してはもうやはりしっかり評価したいと思いますね、はい。イギリスのジョアン・コンウェイ、6人の選手がそれぞれの思いを胸に秘めて、こうして演技の前の練習を行っております。ここに出場している第3グループの選手はコンパルソリーとショートプログラムを終わった段階で7位から12位までの選手です。